ソフトクリーム食べた、溶けた。やりました。すごいやばくて。そう、本当にやばくて。そう、コーンのソフトクリームだったからもう救いようがなくて。そうだからもう、こう手がベタベタになったわけよ。そうか、今日起きて初めて食べたのはソフトクリームで、本当にもうあのだからもうママどんくさいって言われ、そう、あの車の外から車乗ったっていう。どうでもあれですよね、ちょっとどんくさすぎる。なんかすごいもうなんか痩せちゃって。そうだから車止めてた駐車場の隅ギフトありがとうございます。ありがとう。なくてもうすごい気持ち悪くて、まあ、自分が食べないかったのが悪い。しててそうすごかったんだけど、ギフトありがとうございます。ありがとう。食べたよ。なんかレバニラでも大好きだからさ、ギフトありがとう。したら何にもしてないですね。特に何もしてません。そう、鉄分がね足りてないみたいで、歩いてるとすぐ疲れちゃう。貧血ってよくなる、よくなる、なんかどういう意味のよくなるですか。なんかでも最近なんですよ。なんかすごくすごい氷ばっか食べてて、それがなんかでも良くないらしいんですけど、でも多いんだってそういう人。明日はでもね、鉄菜だから約久しぶりに出れる、嬉しい。
そうなんですよ、久しぶりなの。だったんですけど、そうなんですよ。ください。鉄の。平日ばっかりだよね。そんでもないかな。エスもだけど、鉄のも。ギフトありがとう。ありがとう。こんばんは。チーム員の新婚見に行く予定ありますか？けど行きたい気持ちは全然あるって感じです。自分の行きたい気持ちはもうとてもあるけど、意外とさ、だってもう23だもん。もうすぐじゃん。なんか緊張してきた。こんばんは。ゲネを見に行った。なんかのリハ終わりに行ったんですよね。これですごいあれが好きですね。あの曲が好き。中盤のね、曲が好き。はね、もうカラーズ本番だったので、教えてくれてたからさ。そうだから残念だね。かほちゃんもだし、あみもさ、こんばんは。ハートブレイカー、ハートブレイカーじゃなくて、K2 公演も行きたいなって気持ちもあるし。こんばんは。こんばんは。前でも何が欲しいですか？
みたい。言いたいからそう言っとくね。質的で欲しいものは時間ですか。1日50時間ぐらい欲しい。現実的な答えを言うと、あんま物欲がねなくて、なんかいつも何も買わないよねいつもって言われるけど本当にないんですよね。こんばんは。キャップはサイズ感難しい。そうそうなんだよね。だから私それしたけど、悪いとこないですね秋は。個人的に可愛くないですか。自分の印象覚えてればね、うーんって感じだから、そうあんまかぶん。初見です。あ本当だ、ありがとうございます。かなー、明日は暑いかな。でも暑いよね。暑い日はね髪の毛巻いちゃうと汗で取れちゃう。楽しい。よくないですか。名古屋市科学館のプラネタリウムやったことないけど、まあ暑いしいいんじゃない。やっぱいい椅子で、そいつか誰かとやろうねって話してるんだけどね。おすすめ。名古屋市科学館行ったことないんだけど、プラネタリウム行って寝ない人なんていないでしょ。名古屋の人じゃないからな。そう名古屋、まあでもあるから。ありがとうございます。ありがとう。でもスタバだったら結構リアルにいくらでも、あそこのりたけの森あんまっていうか本当に良いです。記憶力がすごい働くので。ドトールはカフェラテ飲みます。美味しいので。ドトール氷がたくさん入ってくださいって気持ちで見守ってるいつも。コーヒー美味しい。ちょっと飲んでみたいな。それはドトール出てきたからちょっと今日ね、奈々ちゃん明日もしてたんかな。そんなショールームしないのにショールーム開くことある。奈々ちゃん来る。ずっと呼んでくる。はい、こんなこと、そんなことなかった気がするんですよね。そうだから分からないの。早いね一日が。話してるだけで寝ようねとは言ってないですから。
今寝たところで眠たくない、寝ようと思って分からん。お昼過ぎまで寝てるのでそれのせいですね。こんばんは。寝ようかなというかベッドに入ろうかなっていう。別の行きます。お、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ドライヤーかな。そう、いいやつです。ダイソン、嬉しい。そう、ヘアアイロン、黒髪のツヤが増してる気がする。何もしてない、起きてからめんどくさいの。何もしてません。あ、もうね、雨はもうみんなこうなる日はもうなんかしてもやっぱり行ってみます。お、